はい、皆さんこんにちは、まっすんでございます。今日はですね、これを作っていきます。これです。サイドウィンカーっていうんですかね、サイドウィンカーを作っていきます。で、もともとこういう風にボディにモールドがなされてます。凸モールドが一個ポツッとありますけども、これね、ここにあったら研ぎ出しで非常に邪魔になるのと、まあなんかシルバー塗ってですね、筆かなんかでちょんとシルバーをつけてクリアオレンジを上からつけることになるんですけど、まあなんかレンズ感ないんですよね。透明のレンズ感っていうのがなくって、どうしてもなんか取ってつけたような、なんか浮いちゃう感じがするんで、これをもともと今回はもう研ぎ落としてしまってます。で、位置がわからなくならないようにということと、後で作った部品をつけるためにですね、ボディにはピンバイスで穴を開けている状態です。で、まあ、別部品でですね、今回作っていくんですけども、今回はこれを使っていきます。これ皆さん覚えておられます？この辺におすすめで出るようにしておきます。伸ばしランナーから作った、まあ、リベットとかウォッシャーノズル、こういったことに使える、まあ、自作の部品ですね。材料費0円です。伸ばしランナーなんで、いらなくなったランナー材から作ることができるものになります。これとですね、これを今回組み合わせて UV レジン液、これを組み合わせて、サイドウィンカー作っていこうと思います。まあ、作るというほど大げさなものでもないんですけども、まあ、やっていこうと思います。で、今回は、予備も含めて3つ作っておこうかなというふうに思います。で、頭ができるだけ大きくできたもの、かつ同じような大きさのものを3つ、よりすぐってます。はい。で、まずですね、先端をシルバーに塗っておきます。もうペンとかでいいと思いますが、もうちょっとしっかり発色を、透明のレンズの中身にですね、まあ、リフレクターというか、しっかりクリアオレンジが映えるように頭をシルバーに塗っておきます。で、もともとシルバーでできている虫ピンとかそういうものを使ってもらっても構わないと思います。こんな感じ、もうペペッとペンで塗れば仕上がります。で、ここにちょっと画面が揺れて申し訳ないんですけどね、首からスマホを下げてますんで、カメラを下げてますんで、UV レジン液を、まあ、爪楊枝の先にでも取ってもらってですね、そのままピントが合わないかな、ありましたかね、ちょんと先っぽに、こんな感じ。もう一回いきますね。ちょっと、ね、指を立てないとピントが合わないですね。部品が小さすぎるみたいです。こんな感じかな。頭にレジン液をちょんと乗せていきます。はい、こんな感じです。ちょっと見にくいかもしれませんけど、頭にね、レジン液が乗ってるような状態ですね。
はい、でこれをUV ライトを当てて硬化をさせていきます。ちょっとごめんなさい、どうしてもカメラがぶれちゃうんでいつもの定点カメラに切り替えようと思います。少々お待ちくださいね。はい、使うのはこれですね。UV LED ネイルランプ、レジンでですねネイルを作られた方がこう爪に当てるとその爪の、飾り付けが硬化するというもの。 Amazon で多分700円か600円かぐらいだと思います。さっきの UV レジン液、これは時間が経ってもですね乾燥させても硬化はしなくって紫外線を浴びて初めて乾燥するものになりますので、このライトを当てておくとしっかり硬化をしていくということになります。でもう特に難しいことはないです。このライトが当たる位置にですねさっきのレジン液を塗ったウインカーの元を入れてボタンを押すと UV 照射が始まります。はい、ボタンワンプッシュで1分間だったかな、で2回押すと3分間だったと思いますけども、これがパッと消えればですねしっかり硬化している状態になります。ちょっとカメラ止めましょうかね。1分後にまた再開したいと思います。はい、ライトが消えましたんでもうさっき塗ったレジン液はしっかり硬化が行われていてもう触っても全然平気な状態になってます。でこの上からですねクリアオレンジを吹きつければサイドのウインカーっぽいような表現ができるということになります。はい、じゃあちょっと色だけねパッと塗らせてもらって、塗った後のものをご紹介をしていこうと思いますんで、またすいませんここで一旦カメラ止めます。はい、サイドウインカーが塗り終わりました。こんな感じです。はい、非常に透明感もあってですねいい感じですね。細かいながらもちゃんとこう分かります。レンズ感がありつつ透明感もあるクリアオレンジの部品が表現できましたんで、もうこの根元からブチッと切ってですね、頭だけにして貼り付けてもいいですし、穴も今回開けてますんで2ミリぐらい残してですね下を切ってしまってブスッと差し込んでそのまま接着をしてしまってもいいですし、固定の方法も割と潰しが効くというか複数種類から選べるので、その時の最適な方法を選べるかなというふうな感じですね。はい、これバイクのウィンカーとかに使ってもいいかもわかんないですね。はい、ということでサイドウィンカー製作の動画でございました。はい、今回の動画は これで以上となります。はい、で、チャンネル登録まだいただけてない方おられましたらチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。で、このチャンネルとかこのチャンネル内の動画少しでも参考になるなとかいいなと思われた方につきましては高評価ボタンをお願いいたします。はい、で、またですね感想等をですねコメントにていただけましたら今後の励みになりますのでぜひよろしくお願いします。私の使ってます機材とか塗料工具動画の概要欄とかプロフィール欄に上げておきますので、気になる方おられましたらご参考に見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。